せーの、はいどうも、マキタクです。バラバラや。はいどうも、マキタクです。マキタクのタクです。マキタクのマキです。何これ。はい、カットちゃんと使うから。はい、カット。タクマくんが遊びに来てます。はい、僕ん家に。タクマも YouTube 始めたから、ちょっと一緒になんか動画撮ろうよってなって、二人に対しての質問をね、インスタで募集したので、それについてちょっとお酒を飲みながら答えていきたいと思います。そこ重要。そこ重要。ありがとうございます。はい、俺のおすすめのお酒は氷結の無糖レモンです。タクマはほろ酔い。僕はあんまりお酒詳しくなくて。詳しくなくてじゃ、強くなくてじゃね。強くも詳しくも。いただきます。うわ、指ついた。乾杯。乾杯。やべ、凍えた。うま。太らないためにちょっと無糖を選んでます。関係ねえから。関係ない。安定や、ほろ酔い。もしかしてタクマってほろ酔いで酔っちゃったっていう系男子？うん、メンヘラ地雷男子。それ自分で言う人多分メンヘラじゃない。うん。ということで、質問を答えていきたいと思います。お互いの第一印象と今の印象を教えてください。まあ、第一印象は、俺大阪でマキトン東京で、マキトンがたまたま大阪に来てる時にご飯行こうみたいになって、その時初めて会ったんですけど、関西でインフルエンサーの友達があんまいなかったから、初めてちゃんとしたこう YouTube とかインスタとか頑張ってる人に会って、すごい年下やけどすごい考えてる人がいるんだなって思いました。で、今の印象は？今の印象、ただただ優しいかな。いろいろ教えてくれるっていうか、僕よりも情報が回るのがなんか早くて、なんでそんなこと知ってんのってことを教えてくれるからありがたいです。写真も撮ってくれるし。よくたくまの写真撮ってるの僕です。だいたいマキと。だいたい伸びてるやつ。たくまの第一印象は、 SNS を最初見てる側で、シンプルになんか日本にこんな感じの、こんな整ってるイケメンいるんだって思った。言い過ぎ。言い過ぎ。それは言い過ぎ。それは言い過ぎ。うん、じゃあ言い過ぎってことにしようか。言い過ぎてない。じゃあ言い過ぎてない。うん、だからそれがね、なんか最初の印象で、最初クールな印象だったんだけど、今の印象はめっちゃアホで面白い。そう、なんかあの画面で見ててすごいなんか綺麗な人だな、静かそうだなみたいな思ってたけど、めっちゃアホだしめっちゃよく喋るから。うん、あのそういう印象になってます最近。まあ画面ではクールぶってるね僕は。クールぶってる。ずっと矯正してたから、うん、笑うことがなかった。ああ、写真で。なるほどね。そうだね。そういえば俺が初対面の時矯正ついてた。まだ矯正が見えたくなかった。そう考えると今矯正外れたからめっちゃ笑うようになった。うん。じゃあ次いきます。わりかし真面目な質問なんですけど、お二人鼻ってほじりますか？ぶっちゃけ二人は付き合ってますか？実はん？待って、それ言っていいやつ？え、ダメ？言うん？いや、なんかこの際なんか、え、言っといて。あ、もうそれ公表してるやつ。公表しとかないといけないから。ああ付き合ってないで。おもろ。何こ、何この茶番。ほんまに謎すぎよ。謎すぎよ。好きなタイプが知りたいです。好きなタイプは、見た目は、俺もうずっとインスタとかでも言っちゃってるんだけど、イッチっていう韓国グループのイエジ。エッチって聞こえた。エッチじゃない、エッチじゃない。エッチが好きな見た目。エッチじゃない、エッチじゃない。まあエッチな見た目の子も好きだよ。うん、それはまあ置いといて、あの、イッチの、あの、イエジっていう、俺と同い年だったっけな、確か。が、めちゃくちゃ見た目はタイプ。中身は、時間に対してしっかりしてたりとか、お金に対してもしっかりしてたりとかがタイプ、割と。なるほどね。真面目な人は好き。まあそうね、真面目すぎても嫌だけどっていうところ。ああ、なるほど。僕は大人っぽい人が好き。見た目も中身もなんか面倒見がいい人にすごい惹かれますかね。たくま年下にモテそう。そうなんだよな。なんか年上より年下に
モテやすい。妹がおるからってのもある。年下の方が俺は喋りやすいっちゃ喋りやすい、うん、扱いが慣れてる、うん、うん。そういう面でもお姉ちゃん欲しかったな。年上に魅力を感じることが多いですね最近は。飲むタイミングかぶらせんな。キスとかってどうやって誘うん？男です。うわぁ、恐れる。趣味は何ですか？最近の趣味はサウナ。サウナに行くこと。サウナ。僕も20代になってお酒をね飲むことが、まあ家でなんですけど、ほとんどどうしてもやっぱりお酒飲むと顔とかむくむので、サウナに入って汗をバーって一気に出してそのむくみとかを取るっていうのがすごい気持ちよくて、サウナに最近ハマってる。明日連れてく。サウナの良さを教えてもらう。僕はまだお子ちゃまなんでサウナよくわかんないです。僕の趣味、僕はやっぱ生き物が好きなのから、生き物をひたすら眺めるのが好き、うん、あとはだいたい家いる時はずっと本読んでることが多い。だいたい本読んでる、うん、たくまのプライベートのね、が知りたい方は概要欄にたくまのナイトルーティンの動画を貼っておくから見に行ってみてね。ありがとうございます。本読んでタバコ吸ってを500回ぐらい繰り返すナイトルーティン。そう、大学生のクソみたいなナイトルーティン。次いきます。エヒレ俺も食いたい。エヒレマジでうまい。さっきたくまにさ、さっきたくまタバコ外に吸いに行ったんよ。その時に氷結をね持ってったの。一本吸いながら飲もうと思ってたよ。そしたらたくまがこれを灰皿だと思ってカンカンとかやってきてはいはいって飲めんくなった。めっちゃかわいそうやった。マキトンこうやって飲んだの俺横からこうやってペッて。すいませんでした。マジですいませんでした。愛してるゲームしてください。嫌です。愛してるゲームこう見ながらやる。ああそうする。愛してるよ。愛してるで。で、え、でじゃなくて愛してるでって。愛してるで。ああ、もう一回言うな。関西弁か。え、ちょっと待って、最初から行こう。最初から行こう。愛してるよ。愛してるで。愛してるよ。3回とかある。もうね、真面目にできん、もう。俺、酔っ払ってきた。俺、お酒よ、強くないからな。たくまよりは強いんだけど、お酒別に強くないから。俺、クソ雑魚やんか。クソ雑魚やん。ほろ酔いで、ほてってきたってさっき言ってたけんね。もう、クソ雑魚やん。ということで、こんな感じで、今日は終わりたいと思います。たくまの YouTube のチャンネルは概要欄に貼ってあるので、よかったら見に行ってみてください。ぜひぜひ。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。よかったら高評価とグッドボタンよろしくね。ちょうど高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。マキトンでした。バイバーイ。あ、サムネ先撮ろう。うん、いい、いい、いい。